ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、ロートル赤まんじゅうよ。こんなピチピチな女子を年寄り扱いするって、どういうこと？それは置いといてね。今日もメンタルがゾワゾワする画像が見たい気分なのよ。ほんと霊夢は物好きだよな。じゃあ今回は、意味がわかるとゾッとする怖い画像9000パート4を紹介するぜ。いいわね、お願いするの。今回も心霊系含むいろいろなゾワゾワ画像をお見せするぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速1枚目の写真に行くぜ。スタートからいきなり謎の物体が出現したわね。そういう反応になるよな。薄橙色の壁に見えるこれ、一体なんだと思う？見当もつかないわ。何かのアート作品かしら？こいつの正体は、3000、5000体のバービー人形を寄せ集めて作られた波型のタワーなんだぜ。霊夢の言う通りベルギー人アーティストの作り出したアート作品で、高さ 2.7 メートル、幅は 3.6 メートルほどあるぜ。ものすごい芸術性の高い作品なんだろうけど、よく見てみると不気味よね。この芸術家さんは、どういう経緯でこの作品を作ろうと思ったのかしら？作者のタスさんは、子供なら誰もが持っていた創造性や妄想の世界を表現したくなったそうだ。それで、様々な中古ショップからかき集めた中古のバービー人形を使って、押し寄せる波をオーストラリアの砂浜に作成したそうだよ。様々な人の思いや、持ち主の物語が詰まっている中古にこだわったのもポイントらしいな。コンセプトも素晴らしいし迫力もすごいけど、やっぱり大量のバービー人形が敷き詰められているのを見ると、うっとなるわね。人形って点で、好き嫌いは分かれるかもな。私は結構好きだけどな。じゃあ、次の写真に行こう。ここからは2枚連続で1900年代の不気味な写真だ。紙袋をかぶった女性がポーズをとってるわね。何かの儀式かしら？これは外見、特に顔の造形で優劣を判断しないというミスコンの写真だな。それで紙袋をかぶってるのね。けど、もう少し他に被せるものの工夫はなかったのかしら？まあ、当時と今とでは、技術力や価値観なんかも当然違うからな。港っぽいところに立っているのも、これまた謎ポイントよね。なお、このミスコンがどこに審査基準の重きを置いているかなどの情報は、一切謎なんだぜ。この中の誰が優勝の栄冠を手にしたのか、気になるわね。3枚目の写真を見てみよう。前述の通り、これも1900年代の写真だ。めっちゃ怖いし不気味な画像ね。何か怪しい手術を施されているんじゃないの？実は、そばかすの除去手術をしている時の映像なんだな。わりかし安全そうな手術内容でくさ。これは1930年代の写真みたいだから、少し医療技術も発展した頃の術式なんだろうな。そうは思えないくらいに、物騒な装置に見えるんだけど、ロボトミー手術をしてる映像ですって言われても疑わないレベルよ。それでも、画面左のポンポンあたりはそばかすが取れてそうなのがすごいわね。そうだな。これも意味がわかっても、苦手な人はとことんダメな映像かもしれないな。次の写真に行くぞ。今度はぐっと現代に近づいたわね。女性と犬の写った平和的な写真と思いきや、実は心霊写真なんだ。あ、見つけちゃった。右側のドアの部分に、人影が映り込んでるわね。正解だぜ。写真に写る女性が家主で、この家は呪われていると数ヶ月前から友人に相談していたそうなんだ。そして、旦那さんが家主の女性の写真を撮ったところ、これが写ってしまったそうだぜ。おかっぱの女性みたいなのが写ってるわよね。そうなんだ。これは明らかに撮影者の旦那さんではない、別の存在だよな。ということで、本物の心霊写真と噂されている一枚なんだぜ。海外って、古い洋館とか人家が結構残っているから、その分幽霊も多そうよね。個人的には本物の幽霊と思うくらい、不気味な写真だと思うわ。私も同感だぜ。5枚目の写真に行くぜ。この写真の感じはまさか、これも心霊枠？大正解だぜ。これは2013年に、カールソンさんが自宅で撮影した写真なんだ。背後に何か写ってしまったと、インスタにアップしたんだ。私には女性の霊のように見えるけど、なんとこの影、以前に同じ建物に住んでいながら、2001年に行方不明になってしまった女性と姿が売り二つだったそうだよ。そう言われたら、確かに似ている気がするわね。まあ、フェイクや加工の可能性もゼロではないが、20年前に行方不明になった女性が霊となって現れているとしたら、その女性はすでにもう、この世にはいないってことよね。そう考えると怖いよな。行方不明になったのはなぜか、犯人がいたとしたら今どうしてるのか？そこまで考えると、かなり闇が深くて怖い写真ね。お次の写真に行くぜ。次は全人類がゾッとできること間違いなしの写真だな。それはさすがに大げさすぎじゃ。って時計の裏に何かが、そうだな、そのまさかだぜ。
やっぱり、Gがいるじゃないの。正解だ。なぜか時計の裏に Gが挟まってしまっているという、絶望に満ちた写真だぜ。まさに絶望ね。私の家の時計がこんな状況になったら泣くわ。な、意味がわかったら、余計ゾッとしてしまうだろ。気を取り直して次の画像に行こうか。Gの後は美人で気分転換させてくれるのね。いい並び順だわ。って、これはなかなかカオスな写真ね。どういう状況？爆発炎上する建物の前で、笑顔で記念撮影する美人さんだぜ。そのまんまじゃない。どこの国のどんな写真なのかとか、教えてよ。それが、どれだけ調べても情報が全く出てこないんだぜ。逃げ惑う人がいるような爆発現場で、笑顔の記念撮影をする女性っていうのは今日メンタルすぎるよな。お姉さんの美貌と現場のヤバさのミスマッチさがシュールね。この映像について何か情報を知っている人がいたら、ぜひコメント欄で教えてほしいんだぜ。では、最後から2番目の写真に行くぞ。これまた白黒で、少し不気味な写真ね。これは、エドワード・モードレイクという実在した人物の写真なんだ。結論から言うと、後頭部にもう一つの顔がある男だったんだぜ。そんなことが実際にあるのね。ああ、彼は貴族で顔も整い才能もあったのに、人目につかないようにひっそりと暮らしていたんだ。後頭部にもう一つの顔があるのを他人に悟られないために、そうするしかなかったそうだよ。それは悲しいわね。この顔にも人格や意志があったのかしら？それが、微妙なところなんだ。この顔が物を食べたり、何かを見たりするようなことはなかったそうだ。けど、モードレイク自身が嬉しい時にはそれを嘲笑い、悲しい時には逆に微笑んできたそうだ。意志がありそうな感じもするわね。エドワードは、夜になると後ろの顔が恐ろしいことを囁き続けてくると言って、悩んでいたんだ。医者に顔を取り除くよう頼むが、どの医者にも断られ続けてしまうんだ。そんな状況に絶望し、モードレイクは23歳という若さで、自らこの世を去ってしまったそうだね。普通じゃない見た目には一瞬ゾッとしてしまうけど、彼の人生の結末を聞くと、ちょっと悲しくなるわね。それじゃあ、最後の写真を見てみよう。ちょっと古めの家族写真って感じね。そうなんだが、これもまさかの心霊写真疑惑のある一枚なんだぜ。全くそうは見えないのに、これはどんな写真なの？アナスタシアさんは、自分が幼い頃の写真を見返すうちに、この写真を発見したんだ。自分が4歳頃に撮られたこの写真には、ある違和感があった。後ろに、全く知らない女の子が写っていたんだ。あ、本当だわ。金髪の女の子がいるように見えるわね。ぬいぐるみを抱いているように見えるわ。けど、これは近所のお友達とかなんじゃないの？それが、全く見たこともない女の子で、両親に聞いても誰か全然わからなかったそうだよ。そもそも、家族だけの時に撮った写真だから、他人が写り込むなんて、ありえない状況だったらしい。それにしても、はっきりと女の子が写ってしまってるわ。もしかしたら、この土地に昔からいる幽霊の類なんじゃないか、という結論に至ったようだよ。本当に霊だとしたら、ゾッとするわね。けど見た目の雰囲気的に、ただ遊んでほしいだけどとか、怖そうな霊ではなさそうな気がするわね。そうだよな、それだけが唯一の救いだな。昔の写真を見返して、実は心霊写真を所有していたらゾッとするよな。ということで最後にこの写真をチョイスしてみたぜ。ということで、以上が意味がわかるとゾッとする怖い画像9000パート4だ。いかがだったかな？今回は、不気味な写真が結構多くて、個人的にすごくゾワッとしたわ。それは良かったぜ。視聴者さんにも楽しめてもらえていたら何よりだぜ。これからも引き続き、ゾッとする動画シリーズお願いしたいの。任せてくれだぜ。ということで、今回の動画はここまでだぜ。紹介した画像の詳細を知っている人がいたら、ぜひコメントで教えてね。高評価ポチッも、よろしく頼むぜ。最後までご視聴ありがとうございました。